メバルがいてます、タチウオがいます、で金頭ですかね、でまたで白アマダイにイシダイにキビガレイにマコガレイにタイにハギにアジがいてたりします。今日はわらが白あえになってます。プリプリっすね。ふわふわ、脂乗ってんな。キズハタですね、アコウの中華蒸しになります。結構身質がしっかりしてる、美味しい。うまっ、味濃いな。磯の香りが強い。サクサク系。これ濃いさっていう種類で、あんまり甘いとなるイカじゃないですよ。ちゃんと締めたら甘いじゃないですか。甘い後半。触った質感が違うわ。ねっとり度合いが強い感じ。瀬戸内って魚美味しいじゃないですか。なんで美味しいんですか。ある程度やっぱ運動してた方が身自体に旨味がある量の気がします。瀬戸内海ってすごい穏やかなイメージあったんですけど、表面は泳ぐ、中は結構、中は常に潮の満ち引きで、あの満ち潮引き潮流れて、やっぱ違うんですね、その僕らが見えてる海と中、上で見るのと中で見るのと、面白い、は結構違いますね。なるほど。あー、めっぷりぷり、お寿司に合うように寝かせたネタですね。皮目のコリッと感がすごい美味しい。身が美味しい鍵は雲も美味しい。それは比例するんですか。比例します。見て美味しそうな色のやつは健康やし美味しい。なるほど。なんでこんなねっちりしてるんですか、この味。ちょっと濃厚な感じが。変わった質感がもうなんかすごいな。タイもやっぱあんだけ美味しいのは、締め方もその何のどの店に置けるかによって変える。締め方基本的には一緒やけど、変えるのは血の具合と、はい、その冷やし方です。血の旨味なんで、ああ悪い血は抜いた方がいいんですけど、はい、いい血はうまいんです。血抜くと薄く甘くなるんです。いい状態で締めると別に1週間ぐらいは血があっても臭くなりにくい。食感もあるしけど、なんかただ単に硬いだけじゃなくて、ジューシーな感じがしました。
これ今日のフグですか。今日のです。今日入ったやつ。後半ゴリゴリだな。高温でちょっと歩きましたね。ブリンブリンの飯で肉肉したがすごい。うん、まっ、脂がすごい。他の店で食べるタイよりも口当たりがなんかすごいつるっとしてるっていうか、ザラザラしないしないですね。なんか舌に勝手に絡んでくる感じっていうか、ストレスあるやつは毛羽立つんですよ、あの切り目。すごいふくよかというか、脂乗ってる。都内でこれよりうまいタイ出てくるとかそんなにないですよ。タイっていう魚が美味しい場所ってやっぱ愛媛とか明石とか、うん、大体そのなんかあるじゃないですか。それともある程度潮の流れが速くて砂地があるところ、はい、バランスがいいところ、その脂の乗りと旨味と、この脂の乗りだけだと塩が緩い方が当然運動しないんで油乗りますよ、はいはい、でもそれだと美味しいと感じる人もいれば物足りない人もいて、じゃあそれだと究極養殖が一番うまいってことになるじゃないですか、はい、ある程度運動することも大事で、うん、運動するには塩が速ければ勝手にこう運動せざるを得ないじゃないですか、はいはい、流れすぎるとマラソンランナーみたいになって、うん、今度細くて筋肉質だけになっちゃうんで、うん、やっぱある程度油が乗れるような海域、餌があるところで塩が流れるところになると瀬戸内が結構産地としては強い場合ですね。